はい、こんにちは。鈴木わかめと申します。それでは、I wanna enjoy my holiday ですね。続きをやっていきたいと思います。今度は森ですね。まず、カニだか。え、それも壊れんのか。あ、そうなんだ。ちょっと待って。危ね。あかん。思ってたのと違うんだよな。壊れんのか、爆弾でこれ。壊れるときた。そうしたら、どうしよう。これで、あう!もう足場ないじゃん。え?どうしよう。足場なくなっちゃいましたね。高くない?そこ。あ、これならまだワンチャン届くかな。はい。あぶね。ワンチャン届かない?これ。っていうか、83。あ、これならいけそう。ちょっと待って。はい。あぶね。こいつ爆弾じゃないと倒せない感じですかね。オッケー。とりあえず全部駆除はできたから、届くかどうかだな、あとは。は、いける。よし。ん?下ですかね。あ、もうセーブだな。これも壊れない?もしかして。壊れるよね。やばいなあ。あう!にゃん!調子に乗って爆弾使いすぎるのはまずいな、多分。あう!どうするどうする、ちょっと。はい。なに?なにそれ!お前!ナンバリングで2、2、3ぐらいで。あ、落ちたな、あいつ。ざま。多分ナンバリングで2、3ぐらいで収まるんじゃないのかなとは思うんですけど。やべ。ちょっと、この野郎!もう来ない?来るな。はい。ちょっと待って。やめてくれ!で、蜂がまた。撃ってくるコウモリは何なんだ?スターフィー、この野郎!チンつったな。はい。ちょっと、待って!あう!やべ、渡れなくなった!ちくしょう。はい、分かってはきた。はっ、 OK。 んで、また蜂が嫌がる。あう、スタッフィー、この野郎。ちょっと、はっ、あぶねえ。はい、まだ粒が小さいから何とでもなるから、やばい、引き返すしかない。もう、はい、まだ渡れっかな。まだ届きますね。危なかった。もう、あ、スタッフいたのか。来る、よし。で、なんか倒したな。やべ、ちょっと待って、やばい。それやだ。それやだ。やべ、蜂!はっ!オッケー!スタッフィー警戒。スタッフィーの野郎警戒してく。はい。で、キンっつったら蜂が。あ?これキノコ当たったらやばい。大丈夫?あ、なんだ、当たっても死なないのか。はい。はっ。なんか不思議な挙動だな。あ、合う!どうやってやろうかな。これで行くしかないか。あ、上のやつも倒せるな。もう気にしないで行っちゃおうかな。バイバイ。はい。あう!は。とりあえず、こう。んで、倒せましたね。はい。セーブがないんだな。あ、ラッキー。いいね、いいね。あう!え?そういうことか。ちょっと待ってよ。これ、ここを全部壊しちゃったからダメだったんだ。っていうことで、一回、全部倒しはしたい。
どうしようかなってことは、壊し方にもこれコツいりますよね。こっから、こう。いやー、やっちゃったな。こっちないもんな。ダメだ。とりあえずここまでは来れたけど、あ、悪くないんじゃないですかね、これ。いいね。ようやく。素晴らしい。ただセーブがないんだ。どうすりゃいい？ん？え？あ、一回下行かないとダメかな。これこっからそっちの蜂をまずちょっと除去しておきたいな。はい。ちょっと時間かかりますけど、確実に倒しておく。オッケー。これで障害はなくなったから、はい。でっていう。これやばくない？え？これまずくないか？いける？あぶね。はい。届くかね？届いた。はい。はい。はい。何もなければ。よっしゃ！とりあえずセーブはいけたな。まあ、これを進めていくしか、あう！なさそうだな。ちょっと。やばい、なんか、カオスすぎる。どこに行くの？あ、向こうだ。はい。あう、危ね。よく、よく避けた。やべ！カニ、カニ、エビ、おい！ちょっと！やべ！なんかもういけそう。いけない？いっちゃ！よっしゃ！あう！はい。オッケー。下からやっぱ衝撃で壊せるっていうか倒せるのはいいな。いや、なに？にゃん！ちょっと。この野郎。これ、針の色が違うっていうのは、おい、無理だって。これ、針の色違うのは壊せんのかな？っていう認識で良い。あ、壊せますね。うーわ！なんかやっぱ左のやつ壊さないことには、上に上がっていけないな。はい。一回ここでやり過ごしの。ってことは、一回ここで壊しておいた方がいいな。で、行こう。ちょっと危ねえ。よく避けたな、今の。あう！あかん、ここめちゃくちゃ難しい。結構時間かかってる。はい。んで、終わったら行く。はい。一回ここでやり過ごすしかないでしょう。やべ。危ねえ。で、は、オッケー！危ねえ。で、うっそ！ここ難しすぎるな。何が怖いって、もう1、2時間行き詰まってんじゃないのかっていう感覚だったんですけど、時計見たらまだ20分しか経ってなかったっていう。全然時間進んでない。それが一番怖い。はい。で、オッケー。ここで一回こいつをやり過ごして、あぶね、よし。で、あう。ん？あ、え？こいつ爆弾効かないな。やべ。オッケー、とりあえず行けちゃいましたね。で、そもそも、ちょっと待ってよ。こいつ銃もダメなのかな？バスターも、アウト。あ、ダメだ。バスターも、はぁ、爆弾も効かないのか、こいつ。行っちゃいましょう。よし。で、あかんあかん、ちょっと待ってよ。押し切れないかな、今回これ。よし。一回ここでやり過ごして、で、これ、あう。そうか。やっといった。あ、もう、ちょっと待って。もうさ、忙しいって、ここ、ほんとに。カニとシャークだな。くそ。にゃんちょ、ボヨンって。地味に右のエビを倒すのが難しいな。んで、
はい。あうにゃっちょ、ワームが出てくる。この野郎。やばい、めちゃくちゃ難しいなー、ここ。とりあえず、はい、一回これをやり過ごそう、まず。で、あっかん、危ね。そうか、ここは屋根になるのか。行っちゃえ、行っちゃえ、もう。めったに罠がある相罠じゃないから、たまに出てこられると、もう対応しきれない。罠ゲーだったら疑ってかかるんですけど、ちくしょう。やべ、ちょっと待って。カニ、カニじゃない。もうなんかわかんない。なんか来た。甲殻類。はい。何がいる今度。あ、ウスタフィ。やべ、もう。忙しすぎるって。オッケー。はい、蜂もいる。大丈夫かこれもう。岩に判定あったりしないかも。ちょっと。やべ。これ、壊しちゃダメな。足場だな。あ、ちゃんと届きますね。問題は一番上のやつだな。これはもう爆弾使うしかないから。ちょっと待ってよ。なんか来た。これは、おい。冗談きついっても。やっぱりハードモードにするもんじゃないな。身の丈に合った難易度にしないとダメだな。やべ、やっちゃった。え、もうダメかな。ワン、あ、これならまだいけなくない。あそこ全部壊せば届、やべ、オッケー。とりあえず届きますよね、これね。これならいける。で、コウモリが、やべ、これが、うーわ。前のマップからそうですけど、すんごい苦戦してますね。道のりが険しすぎる。やべ、ちょっと待って。オッケー。んで、まずはエビの野郎を。ちょっと待ってよ。8。あっち行きなさい。あ、来たな。ようこそ。んで、ワームも来るから。はい。はい。イントネーション、ワーム？ワームでいいのかな？ワーム？ワーム？なんか自分でもわかんなくなってきたな。カニなのか、エビなのか、星なのか、何なのか、蜂なのか、もう何もわからない。よし！いい感じに。で、来たるコウモリをどうするか。ほんで、来るでしょ。来るね。ほんで、多分すぐに右に行けば、終わんないかな、2、3回で。オッケー。このまま左に逃げてっちゃうと、コウモリと同じ方向だから、結構ね、長い間、あれを避けなきゃいけないっていう。オッケー、オールクリア。んで、スタッフィーがいる。はい。もう、伊達に40分、ここのマップやってないんで。戻ってきたなぁ、ここまで。最後のね、この雨あられで死ぬんですよね。これほんとえぐい。とりあえず、これが終わったら行く。はい。やべ。で、もうあとはタイミング次第。一回待って。ちょっと待ってよ。オッケー、悪くない。行っちゃえ、行っちゃえ、もう。一回やり過ごすけど、避けられる感じで。オッケー。もう、間に合う。やべ、行っちゃえ、もう。にゃっ、ちょっと待って。セーブがさ、やばい。あかん。死んだらこっからかな。ちょっと待ってよ。だって、やばい！ちょ、む、にゃーもう、ええー、どっから、あ、よかった、こっからだ。これでとりあえず安心して死ねはするけど、え、目が痛くなるこのカラフルなリンゴ。あ、なんか言ったな。ボス、かな？うわ。耐久ですね。どうしよう、持ち越しかな。はい、だいたい70秒ぐらいの曲か。はあ、嫌な予感。ちょっと、もう